だからさ、女の子はいなかったって。飲み会行くたびにそういうこと聞いてくるなよ。めんどくさい。何あ、知らん。知らないよ、そんな。てかさ、そういうこと言うなら、 お互い様だからな。お前だって前まで連絡取ってたじゃん。友達とか言って。いや、言ってること一緒だから。自分の時だけそんな感情的になるなよ。なあ,あ、もういい。もういい。疲れた。最近毎晩こんなんだな。 ため息つきたいのはこっちなんだけど。もういいや。寝る。おやすみ。あ,あいつからこんなんになったんだろう。 おはよう。あ、いない。まだ寝てんのかないや、玄関に靴なかったな。今日は一応休みのはずなんだけど、そんなに顔合わせたくないのかい まあ、いいや。それはこっちも同じだし、気まずいし。はあ、いい朝だな。コーヒーでも飲もうかな。<noise> なっ、もしもし。 お前かよ。なんだよ、その言い方。今日暇してるかと思ってさ。暇じゃない。えさっきお前の彼女を友達とストーリーあげてたぞ。え、そうなのだからインスタやれって言ってんのに。うるさいな。喧嘩中だしどうでもいいよ。喧嘩ね。お前素直じゃないから。あ、そういえば面白い話知ってるぞ。え ?Y 談なら聞かないぞ。なんで面白いイコール Y 談なんだよ。違くて、 惚れ薬売ってんだって。二丁目に新しくできた薬局で。惚れ薬それって、ジョークグッズの一種だろ。いや、俺の知り合いはめちゃめちゃ聞いたって言ってたよ。信憑性に欠けるな。インスタで言ってた。信憑性に欠けるな。まあ、そんなにうまくいかないならさ、一回くらい、そういうのに頼ってみてもいいんじゃないのじゃあ、俺は他のやつ誘って遊び行ってくるわ。 お前もいい休日過ごせよ。あ。なんだよ、惚れ薬って。そんな、名刺に決まってるだろ。あのー、ごめんくださーい。うん。誰もいない。 本当にここ薬局なのかあの、すいません。うわあ、びっくりした。あ、ああ、えっと、店主さんですかああ、はい。その、惚れ薬がここに置いてあるって聞いたんですけど。ああ、これですか 思ったよりもちっちゃい。あ、えっと、使い方とかって。え、飲んだ人の視界に最初に映り込めばいい。そんな単純なんですかじゃあ、一本ください。はい。 別に使うかどうかとか分かりませんけど。ちょっと気になるんで。え、五千円たっか。はぁ、あ。本当に買ってしまった。冷静になると。 五千も払って俺は一体何してるんだこんなものにすがるなんて。俺は、あいつとは、本当は喧嘩なんてしたくないんだ。でも、いつもあいつに対して冷たくしちゃう。だから、もう少しだけ、あいつのことを好きだって気持ちを。 素直に表現できたらなって、思ったけど。って、俺は一体誰に言い訳してるんだまったくっ。な、いよう。あ、お前どこ行ってたのふーん、カフェ。 俺俺は別に、散歩とかかな。んなあ、これは何でもない。やましいものじゃないって。いや、や、やま、やま、やまし、い、やましいのか。ああちょ、おい取るなよはあ、バカやばい、見られたら人生終わる。 おい待て、はあ、はあお前どこまで逃げてんだよってえお前その袋もう開けたのか あ中身見たはあ仕方ないそれはその惚れ薬ってやつだよそこの薬局で売ってるって友達から聞いたんだバカ,バカ 勘違いすんなこせ誰がお前に飲ませるかよ俺が飲むんだよあおいそばにいろよ視界から離れるなんっなっにっか なんだこれあいや別に特に変化はないのちょっと体は熱いくらいなんだやっぱしパチモンかよああ5000円ドブにしてたうん え、なんで惚れ薬別になんでもいいだろそれより早く帰ろうぜあ好きじゃないわけないだろ違う俺は好きだお前のことあなんだよ変なこと言ったか 大好き。え大好きだよ。大好き。あ、<laughs> あれ <laughs> やばい。なんか普段言えなかったこと言ってる気がしてきた。いや、今薬効いてきてるのかもしんない。だから、いつもの俺じゃない。でも、本心。 好きなんだもん、お前のこと。いつもごめんね。ひどいこと言ったりして。本当はもっと仲良くしたい。それを伝えたかったんだ。うん。一緒に帰ろう。 うぅ、頭痛い。うぅ、おはよう。あ、やたら機嫌がいいな。どうしたのえあ、覚えてるよ。でも、あれはあくまで薬の効果だから。 そんなに真に受けすぎたらダメだぞ。えなんだよ、そんなニヤニヤして。だから何教えて。え惚れ薬の箱の裏いや、見てない。ん 本商品は、ジョークグッズです。ええ、じゃあ、なに昨日のやつは、俺の、ただの思い込みあ、あ、<laughs> に、二度寝するおやすみ うるさいちょっと一回夢の中に逃げてくる。あじゃあ、お前も一緒に寝る